おはようございます。時事雄造です。時事雄造的夢の世界スタートします。本日はこちらにあります熊本市役所からの給付金に関する書類をお送りします。早めに内容をご確認くださいということで、この黄色のですね、目立つ進展の封筒が来ました。時事雄造の場合はですね、時事雄造と角地ドレミ2人ですから、こんな感じで2通来ております。まあ、そういうことで、定額減税に伴う調整給付金ということで今日は投稿していきます。ちょっと内容はですね、難しいようであまり難しくありませんから、計算とかそういうのは一切もういりませんから、さっとこう聞いてもらえばわかると思います。まずはですね、時事雄造の方からいきます。時事雄造は熊本市ですからね、まあ、こういう感じでですね、熊本市の方からですね、時事雄造様ということでですね、定額減税に伴う調整給付金の支給のお知らせということで内容で来てます。調整給付金のですね、支給額及び算出式ということで計算がしてあります。まあ、所得税、住民税、所得税と調整給付金ですね、これによってですね、調整給付金支給額がですね、時事雄造の場合は3万円ということになってます。だからこれはですね、所得税にしても住民税所得割にしてもですね、本人とですね、扶養親族数によってですね、金額が変わっていきます。それと所得税についてはですね、令和6年度の推計ですね、の所得額でこの金額からですね、まあ、3万円からその金額を引いた控除不足分ということで出てます。それと住民税所得割はですね、減額定額減税可能額ということで、これが1万円ですね。それから令和6年度住民税所得割で引かれまして、その合計がですね、こちらがですね、時事雄造の場合は27,600円だになってますけど、これが1万円単位で切り上げになりまして3万円ということになってます。だから結果を言えばですね、時事雄造にはですね、定額減税に伴う調整金給付金の支給がですね、3万円ということです。今見てもらいましたようにですね、こちらでですね、3万円ということがもう計算でですね、分かりましたからですね、これにですね、次はですね、こちらにですね、定額減税に伴う調整給付金支給確認書というのが、これを書いて返送してでもらうということになります。だから支払い内容としてはですね、支払い法で口座振込ですね、支給日はですね、確認書の受付後、内容確認が完了した方から順次支給ということになりますから、まあ、早め出せば早めにつくということになります。まあ、そういうことで先ほどのですね、計算式が書いてありまして、3万円がですね、だから調整給付金のですね、支払い額およびですね、同意ですね、注意に異議がありませんということで、これはサインが必要です。氏名、確認日、連絡先、電話番号ということですね。で、3番目にですね、給付金振込口座の変更などということを書いてあります。まあ、そちらはですね、1番目のですね、支給内容にですね、支給口座が書いてあれば、そちらに口座振込があるんですけど、そちらに書いてない人はこの3番のですね、振込先口座の変更などを書くということになります。それに銀行名とかですね、支店名、口座番号、口座名という仮名でですね、書いてもらえばそちらに振込があるということです。裏の方にですね、書類添付用紙というのがあります。そちらにですね、まあ、一番いいのはですね、銀行のキャッシュカードですね、こちらの番号を
コピーしてですね、添付してもらうということです。これで書類の方は全部済みます。と、この封筒の中にですね、返信用封筒がありますからですね、それにですね、その封筒にですね、入れて返送してもらえば、もうこれで、逐次ですね、銀行口座に振り込みがあるということになります。まあ、その場合もですね、確認書のですね、提出前にですね、確認してもらいたい項目ということがありましてですね、一番ですね、氏名確認連絡先を記入してあるかですね、すると二番目にですね、振込先金融口座確認書を添付してあるかですね、先ほど見てもらいましたキャッシュカードのコピーですね、それと代理の方はですね、代理をところを書いてもらうということになります。まあ、自治領土と家具地域奴隷には代理がありませんからですね、先ほど見たように同じようにですね、書いて、2通来てますからね、別々にこう、返信を封筒で送るということです。まあ、これについてはですね、この、定額減税に伴うですね、調整給付金についてはいろいろですね、特殊詐欺ですね、などがですね、ちょっと発生しているようですから、まあ、これは注意されてください。それとですね、まあ、こちらの郵送で来る分もですね、順番があると思いますからですね、時事郵送はですね、こちらがですね、7月29日に来て、7月29日に来ましたからですね、翌日のですね、7月30日にはもう書いて送りました。早くいただけるようにですね。だから皆さんの、まあ私は熊本市ですからね、熊本市の皆様で、まだこういう封筒がついてない方はですね、もう少々待っとかれたらいいと思います。待っとかれたらですね、つくと思います。時事郵送がですね、29日にして着きましたから、その前についていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけどですね、これが来てからですね、内容をですね、理解してですね、返信用封筒で送られてください。まあ、内容が先ほど言いましたですね、確認書でチェックするところとかありますから、チェックされてですね、給料漏れがないように送られないと、またこう、行ったり来たりしますからね。きちんと内容を確認して送られてください。まあそういうことで、時事郵送はですね、定額減税に伴うですね、調整給付金をですね、書類来ましたから返送したということで終わりたいと思います。内容的にはもう計算もきちんと金額出ておりますからですね、書いて返送するだけですから、そんなに難しいことはないと思います。まあ、そういうことで今日はこれで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。まあ少しでもですね、いただけたらいいなというところで終わります。ありがとうございました。どうも失礼します。